パリ管弦楽団は1967年にパリに設立されたフランスのオーケストラ。2021年現在、フィルハーモニーとパリで演奏会を行っている。1967年、パリ音楽院管弦楽団を発展的に解消し、フランス文化省の大臣アンドレ・マルローと音楽局長のマルセル・ランドスキの要請により、 シャルル・ミューンシュを主席指揮者に迎えて新たに設立された。この際に団員の7割近くが入れ替わり、全仏から優秀な奏者が選抜されて新加入している。ところがミューンシュは1968年に急成してしまう。その後を受け、1969年から1971年までヘルベルト・フォン・カラヤンが音楽顧問を務めた。カラヤン語は、 ゲオルク・ショルティが主席指揮者を務めた後、ダニエル・バレンボイムが15シーズンにわたって主席指揮者を務めた。バレンボイムの後を受けたセミヨン・ビシュコフリニン後、1998年から2000年まで、クリストフ・フォン・ド・ホナーニが芸術顧問に就任した。その後、クリストフ・エッシェンバッハが就任し、2010年にはパーボ・ヤルビが就任した。ドイツ系フランス人のミュンシュイカ。 暫定的に統率したカラヤン、就任当時ドイツからイギリスに国籍を移したばかりだったショルティ、ドホナーにエッシェンバッハと歴代ドイツ系の指揮者が多いにもかかわらず、サウンドは一貫してフランス的な明晰さを維持しており、英米でドイツ人指揮者を多く迎えたオーケストラに見られがちな、提言を聞かせたドイツ風サウンドとは一線を画している。ベルリンフィルに対抗できる、 世界的オーケストラが目指されたと言われ、発足当初から合奏力が高かった。1998年に長らく拠点であったサルプレエールが個人投資家に買収されて閉鎖され、楽団が追い出されたため、2002年よりテアトルモハドールをとりあえずの拠点に移したが、その後サルプレエールで演奏会を行うようになった。2015年1月14日からは、 サイトでラミュージックの近くに新設されたフィルハーモニード、パリを本拠地としている。ミュンシュ時代のブラームスやラベルの録音、ショルティ時代のリストの録音、バレンボイム時代の近代フランス音楽集や、ビシコフ時代のラフマニノフの録音などが代表的録音である。ありがとうございます。